中日、完封リレーで2連勝。中日の松山慎也投手23打3番手で登板した。今季もセットアッパーとして活躍が期待されているが、開幕カードで2戦連続失点して以来の4試合ぶりの登板、防御率 67.50 からのスタートとなったが、しっかり結果を残した。2点ビハインドの8回にマウンドに向かい、先頭の岡本を直球2球で追い込むと、カウント 2-2 からカットボールで2ゴロに打ち取った。ここから勢いは加速し、続く坂本は154キロで空振り三振、最後はオコエをフォークで空振り三振を奪取。すべての打者を2球で追い込んだ。試合には負けたけど松山が復活できたのは良かった。3度目の正直でようやく結果を残したか。今日は菅野が良かった。以上。タッツの采配今日も悪くなかったな。8回代打連打はあそこしかチャンスはないと見ての起用やしな。松山がゼロで抑えて本人も落ち着いたのかなと思う。地味に今季初完封負けか。カード勝ち越し決まってるから穏やかに見れたわ。松山はもう1回楽な場面で抑えて職場復帰になるかな。まず梅津が登板しただけで大収穫。松山投手、当面は負けの場面での登板やと思うが、結果残せば、また勝ちの場面で投げさせてくれる。頑張れ。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。